あくまで栄養補助食品であるから飲みすぎには注意。まあそれで死んだ人はいないけどね。なんていう話をしときながらさあやっていきましょうか。バイオハザード。あ、リトー。さあ、まあ今回もね観光ツアー引き続きやっていきたいと思います。研究所編パート2でございますね。まあ実際はね、2.5 くらいかもしれないですけど、あ、ちょっと待って、あ、アンブレラ。まあなんかちょっと前にね、なんかね、アンブレラとね、バッドボーダーっていうところがね、なんかまあいろいろとね、まあアンブレラももともとね、まあ架空の世界とはいえね、やらかしまくってるっていうような、まあ薬品企業だったんですけれども、まさか自動車業界も、でも自動車業界もな、なんかな、すごい闇を抱えているっていう話はいろいろ聞けるとかしたんですけどね。ということでさ、やっていきましょう。鍵カッコ、それから、鍵カッコ、チョン、で、このよくわかるアルビダで、点々、で、これで OK で、こいつは、違ったわ、間違えたわ、ごめんなさい。もっと長いのがあったわ、こっちだったわ、アルビダね、うん、まあ、アルビダはね、上半身下半身がむちゃくちゃ待ってたからね、初回で登場したけどね、お前そのディップリ太ってからどうやって支えとんねんみたいな状態だったのね。はい、まあ、いろいろとね、漫画とかにね突っ込んでったらね、もうキリがないような状態になってますからね。とかさ、最近なんか会社のその同じチームに所属してる人たちが僕入れて5人なんですよね。うん、でその僕以外全員がバキを読んだことがあって、なんかバキの話とかでなんかなんだっけ、ハンマーバキだけじゃなくてさ、なんだっけ、ハンマーユージョーじゃなくて、なんかもう忘れちゃった、なんか極道の人、東道なんとか、違うな、なんだったっけな、なんか忘れちゃったのいるんすよ、うん、とか、なんかもう、なんかいろいろとね、こういう画像があるんすよ、はははつって、いろいろ渡されたんですけど、まあ、どう考えても人知を超えたような姿をしてるんですよね。体で球体にはなりません、普通に考えて体で球体になることは不可能ですっていうようなね、まあ、そういうツッコミを禁じ得ないような、ね、状態になったりとかもしてるんですけど、まあ、そんなこともありながら、こっちの方にチラッチラッチラッ、なんか違ってる気がするな。ああ、合ってる。こうして、はい、終わりでございます。トゥイー、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 ピーン。で、これで違ったらもう嘆きのキスなんで、はい、大丈夫ですね。はい、まあ、でもね、漫画だからこそ、人知を超えたね、そういう作品があればね、うん、やっぱり、そういうファンタジーの世界においてね、もういろいろと楽しかった。だって、普通に考えればさ、まあ、ね、これからもしかしたら見つかっていくかもしれないみたいな感じだけどさ、僕らが住んでる宇宙って、第7宇宙らしいですからね。え、それ何の話って言うけど、ドラゴンボールスーパーっていうね、スーパーだったっけ、超って書いてスーパーだったかなっていう作品なんかでも、ドラゴンボール、これってさ、追加されてる？いない？大丈夫？球根が破壊されただけでただ倒れてるやつとかいたりとか、そういうわけでもなさそうですね。大丈夫ですね。ズシ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 バリーンディーンとかってくるやつとかいなかったりして、ね、大丈夫ですかね。はい、うん、まあね、そうで、それを全能様っていうのがなんか作ったり破壊したりして楽しんでるみたいなね。うん、まあ僕も男性で 2,3 回しか読んだことがないから。そうなんすよ、ゼブラックさんお願いします。ブラック悟空が出てきたところまでは、ブラック悟空というか、そもそも2巻までしか、なんか無料になってないから、ぜひ、これって引っかかれたのって俺がやらかしたせいか？違うよね。うん。そうだよね。え？君は、あれ？寝てる？ちょっと起こしたと思ったの今。起きてないんだ。じゃあ奥の方も、にもぶっ飛ばしてみる？あっち、奥の方だと。おー。ああ、寝てるなー。やっぱ、ハローって大事なんだな、本当に。あ、起きた。これ、ちなみに、こいつどこまでついてくるんだろう？ちょっと試してみる？おいで。こっちまで来るよね、うん。で、ここピピって開くよね。で、こっちまで来るはずだから。来た来ない？来る？氷漬けにされちゃう。氷漬けにされるのは嫌だってか？おめえさ、その目覚めた頭はホットになってんだから、やっぱ体ヒヤヒヤにしなきゃさ、あれ、ちょ、ストップ、落ち着け。はい、オッケー。で、帰ってくんかーい。あ、じゃあこっちの方には来ないってこと？これ。おいでよ。やっぱりさ、プレイしながらだったらどんどん体が熱くなっていってしまうからさ、来ないみたいですね。やっぱ寒いところはゾンビ苦手だっていうことが今の分かりましたね。だからか、お前も、できないかな？うん。体が完全になって、だから T ウイルスって苦手なんだ、冷たいのが。ね。よし、じゃあ、そんなのぶち込んでみ、とんでもないことになっちまうぞ。はい。ということで、くるくるということでやっていきましょうか。はい。まるで素早いトラベリングなんかね。トラベリン、ドゥルル、トラベリン、ドゥル。
そんなことはくだらないからどうでもいいんだけど。ほい、じゃあ、くるくるっと、ほい、じゃあ、やってまいりました。ね、緑から、凍らせたことによって、ってなっております。で、これ、あまりにも手持ち持ちすぎるとね、体温でぬくもってね、熱くなってしまって、もっと熱くなるよっていう状態になると、まあ、液体化して、きちんと薬物散布ができるということでございますね。はい。まあ、これで、資材ができましたんで。これ、なんていうか、腰ってものかな、体温給油がね、あんまりね、いまいちね、別の字で、じゃあ別の読み方っていうのがね、分かってないですからね、まあ、どっかの除草剤巻くようなね、車の会社とは違うんですけど、振り向いてほしいっていう思い枠がバレバレでございますね。あれ全然ちょっと待って。普通に素通りできたんだけど。歩けば何こいつ通してくれるの優しい。でもね。あ、気づかれた。あー、ごめんなさい。でも私には体が。あ、元カノだったわ。もういないわ。起きる？ここのゾンビもね、一回ね、ロケットランチャーに耐えたっていう記憶があるんだけどね、なんかシンクロナイズドスイミングしてるけど、今なんだっけ？アーティスティックスイミングだっけ？うん。ちょ待って、なんかさ、右側のほっぺ、左側か。左側のほっぺにさ、すぐビンタされてさ、まあ、後に跡がつきまくったやつがあるんだけど、これ彼氏にぶん殴られたとか。うわ、かわいそう。うん、行こう。で、じゃあ、無事にね、作品ヤンプル、いや、ヤンプル、作品ヤンプルって、もう、なんか、お前、ただ、ほん、いや、本気でミスった。うん、なんかなんかね、やっちまった。ね。薬品サンプルだね。うん。しかもサンプルじゃないしね。うん。なんなら、どっちかというとワクチン寄りの話になってるからね。それを今からぶち込みに行きましょう。さあ、こっち、こっち、こっち。頭上げてるここも気をつけないとね。まあ、でも前も話したことがあるかもしれないですけど、僕ね、プロテインをなんか常用するようになってから、まあ、なんかね、アスパルテームがなんだかんだとか言ってるけど、まあ、それもその蒸気を逸出するような、なんか、なんだっけ、1.5 リットルの、アスパルテームが入っている、まあ、要は人工甘味料ね、ダイエットゼロコーラとかそういうのとかに入ってるやつ、要はゼロカロリー系は、なんかその人工甘味料が入ってるんです、自然の砂糖の代わりにね。そう。で、そのアスパルテームっていうのを、なんか1日ね、19本から14本、毎日飲んでたら、その、癌になるリスクが高まるみたいなこと言ってるんですけど、誰がそんな飲むねんみたいな状態やから、そこはね、全然問題ないんじゃないかなと思ってるんですけど、ちょっと待って、ね、ここなんかいたりとかしないか、自慢だりしてないみたいですね。はい。こっちに、こっちに、これで吹っ飛んで、あ、足の、おーおーおーおおおなんか足の位置も変わってるっていうのを確かめたりとかしてたら、なんかお前が急に燃え上がって、熱くなってる！さて、ちょっと待ってね、またね、ロングコートダディがこっちに向かってこうとしてるから、ロングコートダディが、オッケー、来た、お前どうやってそんなここに入ってたって話だけど、これでダメージ受けた？そんなことはない！まあいいや、とりあえず寝といて。で、それはいいんだけど、こっちとかに、追加コンテンツはないですかね？あ、追加 DLC はないのか？そうか。せっかくここまで来たのにね、ごめんね、ボコボコにしちゃって。じゃあちょっと刻んでおこう。頭からおちち流してごらん。おちち、ちょっと待って、なんか、切るたんびにさ、これ、体内の液体なのか、それとも、え？コートについたホコリだとしたら超汚いんですけど、洗濯してるちゃんと、本当にもう、そういうのちゃんとしとかないと、紳士でしょ総長でしょね、あ、ごめんなさい、すいません。怒らないで、触らないで、赤がつくから、あんたなんか嫌いよ。顔も見たくない。こいつちなみにこっち来る？よいしょ。あ、来ないんだ。今完全にそっぽ向かれたね。で、よいしょ。ドゥン。ああ、バレてるー。恐ろしくバレてるー。じゃあ、こっち行こうか。トゥ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 ルトゥルルルトゥルトゥトゥルル。好きな食べ物は、ポポポポポスポン。おいでおいで。さあ、おいで。ドアをくぐってくるときって確かやつ無敵なんだったっけ？バコンって開けると、そこには、ゲーン！あ、ダメだ。なんだ？ヘナチョコやろ？よし、じゃあ帰りましょうか。ちなみにこれって、あれなんだよなぁ。なんかさ、アーカイブ全部読めてないっていうオチが待ってたんですよ。そう。だからこれとか読んでなかったりとかする？いや、でもそんなことないはずなんだよな。ねぇ、ウェイン・リーね。リーちゃん。リー、バーン。さあ、こっちの方行きましょうか。で、こっちをピーンってやると、はい、イーストエリアに行けます。バカだれ！今イーストエリアにおったんだわ。うん。で、相変わらずの、これくるくる回ってるのに、あれね、電力を供給するやつになってるのかな？うん。まあ、そこら辺のね、まあ、いろいろな研究所とかのそういう仕組みとかに関してはね、もう、
全然僕ね、エセ理系だからやっぱりもっと分かんないですけど、ね、じゃあこっち進んでしょう。じゃあこっち進んでいって、まあ、この先にあるっていうのは分かっているんだけど、まあ戦いに関してはねやっぱりお楽しみになるから、で、お楽しみに関しては、まあ、今回ね、ちょっとね、武器をね、まあ、前回のクレアレッドフィールド、通称ゴリラ娘っていうやつ、と、戦った中で、お見せしたやつで行こうというふうに思っておりますんで、まあ、要は、ま、ロケットランチャー使ったら面白くないから、まあ、Amazon Web サービスを使いながら、そんなこと言ったら怒られそうだけど、ね、これでも AWS って明らかに狙ってるよな、これどういう意味があるんだろうね、よいしょしょ、こっち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 、OK。で、これをカチャカチャーンとはめてって、はめはめしちゃって、ベーケンチュインシュポンビビビビビビビ、はい、さよならよいしょ。で、こっちくるっと振り返ると、ここら辺アイテム特になかったんだけど、なんかいつも振り返ってみると、なんか特にあれなんだよね。で、じゃあ、こいつ、こいつ、こいつで、こいつは持っといて、オッケー。で、じゃあ、まあ、前回もなかったビデオを見てみましょう。カチャコン。さあ、果たしてここの中に一体何が待っているのか。This is my life! ビデオ鑑賞中はお静かにお願いいたします。まあ、1分20秒。ジーウイルスの確認。本当にね、この挙動だけ見たらマジで、ただ怪しい親父だからな。うん、あ、来た、誰だ。ピーン。まあ、そこで待てる。だからこの J マルチネスっていうやつが、ゴースト。君たちが来るのは分かってた。なぜ撃ったって。で、なんか運よく生き残ってたぞっていうのが、まあ、ゴーストサバイバー。ゴーストサバイバーか、あれだ、ハンクだ。じゃなくて、ゴーストサバイバーっていう、なんか難易度、おい、なぜ撃ったー、ああ、上司のハンクさん、激おこぷんぷん丸でございますね。まあ、そんなこともありますよね。だからね、なんかね、囚人って張り切って、すごいね、いろんなことね、私これやります、あれやりますとかって言うんだけど、やっぱりね、キルが甘かったりとか、なんか余計なことやっちゃったりとかっていうのが、どの会社でも起こったりとかするんですよね。うん、なんかそれ聞いたことあるみたいな、そんなことね、言ったりとかするんですけど。突入しましたが、問題が発生。そういうようなお話もなんかね、いろいろしておきながら、まあ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 いいでしょう。はい、じゃあ、こっちの方進んでいきましょう。はい、そうです。はい。さあ、じゃあ、任務完了することもできやしたんで、一旦ですね。サンプルを回収します。サンプルを回収して、そう、ここではサンプルは正しい。さっきの、作品ヤンプルは違うんですよ。作品ヤンプルは違う。うん。あれは、ただ単にで、これ、振り返る瞬間に、動いたりとかは、まだしないんですよね。てか、あそこまでダダダって言ったらよく生きてたよね、本当に。やっぱりあれだよね。生にしがみつくっていう気持ちが長生きのコツかもしれないですよね。形変わってまくってるけどな、あれはな。うん。This my life, the shot, okay. で、こっちの方で、薬品アンプル。ただ、一個問題がな、これロケランだからさ、この中もう無茶苦茶なこんなになってもさ、大丈夫なんだけどさ、普通に戦おうと思った時にね、果たして一体どうなるやらっていうところなんだよな。大型拳銃だけで果たして勝つことができるのか。大型拳銃に関してはね、なんだろう、番外編でやっていこうかなと思って。ということで、こっちです。ここで、This cat, baby! Yes, sir! Fire! 有防備だな。これワクチンか、そうか。そういえばワクチンだったな。よし、エイダのところへ。よし、エイダのところへ。誰が開けてたんだろうね、ここに関してはね。本当エイダなのかな。エイダがここまで開けてたけど、サンプル取るの忘れてたら、もう一回戻ろうって言って、本当にただの間抜けたよね、そうなったら。んで、こっちとこっちとカッチャンコをして、ここで、北京。じゃあ、ここで、一旦ですね、次回に向けての準備を、裏の方でやっておいて、皆様にはすぐにね、次回パートをお届けできるようにっていう状態にしておきたいというふうに思いますんで、一旦ツアーガイドに関してはこちらで終了とさせていただきたいというふうに思います。ということでね、今回もね、最後までツアーガイドご参加いただきまして、どうもありがとうございました。またね、次回パートで、G3 ですね、G3 というね、G3 をね、おい、来たろうさんをね、ぶちのめしてやっていきたいというふうに思っておりますので、ぜひ、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して、次回参加もお楽しみください。ということで、お疲れ様でした。さよなら。バイチャ。